生まれたよ生まれたよ野上の生食パン、優しくて柔らかな野上の生食パン、子供たちも大好き。日放送分坂上裕二のエンモーニング、今回のゲストは関西女子の放課後を運営する永村幸さんです。どうもいらっしゃいませ。どうもよろしくお願いします。いやもう朝にというかですね、今のもう僕の心境にぴったりな今日は話題をお聞きできるということで、はい、関西女子の会の永村さん、もう本当にもうあのなんかね、ちらっとお聞きしたんですけど、バンディさんにブスブスとあの針を刺されたんですよね。はい、どんな感じ、何をきあの気持ちよくさせてあげたんですか。バンディさんは、頭をちょっと自律神経というかコントロールした、めちゃめちゃ楽しそうに飛び回っていらっしゃるそうですか。あ、バンディさんだいぶ疲れてました。バンディさんが疲れてるというよりもバンディさんの不思議が飛び出してくる、不思議なんですか。なるほどなるほどね。でそういうね、あの鍼灸師さんでもありながら、あのこちらにもありますけど関西女子の放課後ということで、オンラインでも女性を中心にいろいろとこうされてるんですよね。これは何かこの時期だからってことでどんなことされてましたっけ。今は、東洋医学でツボの勉強と心理学と、あとはヨガとコーチングです、素晴らしい。でもこれを聞いたら、エリちゃんもねちょっと気になることあるでしょ、気になることだらけですね。気になる、上がったものでも全部学んでみたいですよ。全部やけどまず欲張らんと、なんか一個ちょっとお世話になるとしたら、ヨガかな。ヨガね。ですけどね、私はね。なるほど。まあ、この辺のことをね、あの、番組内で、ちょっとこう、ずっと掘り下げていきたいなと思ってますんで、今日の番組、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ、皆さん、聞いてください。後ろ向いて、案内してください。